平野のしも、タッキーズ VS ジャニーズ構想鮮明など無効行報道。赤西人に死ゆ太神宮寺ゆ太も現役声出演陣陣。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。創業者のジャニー北川氏。 去年87の課題問題に大きな注目が集まり、ジャニーズ事務所の存亡にも関わる事態に発展しつつある。5月21日、同社に所属する東山のりゆき56は自身がマックを務めるサンデーリブ。簡単ふ。テレビ朝日系に出演。 現在在籍しているタレントはどうすべきなのか告発された皆さんにどう対処するべきなのか、そもそもジャニーズという名前を存続させるべきなのかを含め外部の方と共に全てを新しく透明性を持ってこの問題に取り組んでいかなくてはならないと思っています。と社名変更の可能性にまで言及したのだ。 ジャニーズ事務所が揺れる、中庭かに存在感を増しているのが滝沢秀明、341が立ち上げたタッキーズ事務所こと株式会社とべ、ですよね、ワイドショー関係者。資格金プリ卒業の平野がとべ、ドーム公演に出演 ?2022 年10月末をもってジャニーズ事務所を退除した滝沢氏は、 3月21日に自身が代表取締役を務めるエンターテインメント会社、株式会社トベの設立を発表。オーディションはすでに東京と大阪で行われ、同社の公式 YouTube では応募した少年たちがダンスや歌、アクロバットなどに挑戦する映像が公開されている。5月25日発売の女性セブン小学館。 によると、滝沢氏が社長を務めた、ジャニーズアイランドの元関係者、ジャニーズ JR のダンスを指導していた振付師もオーディションに参加しているという。 そして5月2日にジャニーズ事務所を退所した名優である元 V6 の三宅県43同25日に退所した JR 内ユニット一ッチト RS も名前を変えて飛べに合流する可能性もあるようだ。 さらに滝沢氏は大阪や福岡などの複数のドームを抑え、来春にも所属アーティストのお披露目を兼ねた大規模イベントを開催するのではないか、とも記事では伝えている。さらに驚きなのは5月22日に退場した元 k n g アンドクスの平野市を、26さんも滝沢さんと連携する可能性があるというんです。全能。 四角タッキーヒラの仕様は同じ夢を、オグアーグ平野はデビュー当初から、海外での活動はジャニーさんの夢であり、僕たちの夢、と語っていた。そして滝沢氏も海外にアーティストを送り出すことを目標に掲げ、アメリカで武者修行させていたトラビスジャパンを、退場直前の2022年10月に世界デビューへと導いた。 女性セブンによると2019年10月に横浜アリーナで行われた海外アーティストのコンサートにトラージャが出演した、西平屋と滝沢氏は空席を一つ挟んで、見学。二人の間の席は同年7月に制御したジャニー氏の場所だったという。それだけ滝沢さんと平野さんも近い関係にあるということですよね。 そして、三宅さん、イムパクト ORS、平野さんだけではないでしょう。その他のやめじゃにも滝沢さんの、とべ、の角で、お披露目公演に参加する可能性はありそうです。元キャット単位の赤西仁さん、38、も滝沢さんとは親しいですよね。芸能プロ関係者。四角赤西、西木戸、山 P も合流か、ジャニーズ事務所退場後。 滝沢氏はツイッターやインスタグラムのアカウントを開設。1月7日には滝沢氏と赤西がツイッタースペースで生配信を行うサプライズもあった。同23日には赤西がツイッターでやっとタッキーに会った。俺がジャニーズにいた頃のまるであの時にトリップした感じの不思議な時間と滝沢氏と実際に再会したと報告していた。 二人はジャニーズ時代から仲が良いことで知られています。そして赤西さんが参加するなら、元関ジャニエートの西木戸良さん、38も黙っていないでしょう。赤西さんと西木戸さんは YouTube チャンネルを一緒にやったり、ユニットを組んで楽曲をリリースしていますからね、全能。滝沢氏は山下智久、38ともツイッター上で積極的に絡んでおり、 退場後も俳優として世界的な活躍を続ける山ピート・タッキーの合流にも期待が高まっている。山下さんは赤西さん、錦戸さんとは絶縁状態にありますからその部分の問題はありますが何らかの形で参加する可能性はゼロではないでしょう。また、K.I.2 の北山博光さん。 37も早ければこの6月にも退場すると言われていますから、来春の合流であれば問題なさそうです。滝沢さんと北山さんは名誉関係にありますからね。さらに滝沢さんと同世代で JR 時代には、東の滝沢、西のすばる。 と呼ばれた元関ジャニの渋谷スバルさん41も、滝沢さんとはプライベートでも親しくしていましたし、タッキーは特別な存在だったとまで話していましたから、ドーム工業参戦の可能性が十分にあるのではないでしょうか。どう四角神宮寺騎士、そして岩橋も、元金プリの平野が参加するとなれば、同じタイミングで退場した神宮寺勇太25、 そして9月30日に退場する岸優太27にも参加してほしいという声が出るのは自然な流れだろう。アメリカを拠点にソロ活動している岩橋玄樹さん26も問題なく参加できるでしょうね。さらに元 JR 内ユニット首相米運営のメンバーで構成されている7オーダーだって参加できるはずです。前での芸能プロ関係者。 2018年11月、ラブトゥーンメンバー7人全員が解除すると事務所公式サイトを通じて発表。2019年3月までに段階的にメンバーがジャニーズ事務所を去り、同年5月から7オーダープロジェクトが始動した。ラブトゥーン派 JR でもトップクラスの人気を誇り、デビュー前のシクストーンズ、スノーマン、トラジャとも合同コンサートを開催。 7オーダーになってからも人気は継続。2021年1月にメジャーデビューを果たすとともに、単独日本武道館公演を成功させており、現在もホールクラス、アリーナクラスの公演を行っている。四角長瀬智也、さらに奇跡のタッキーや翼、復活まである前での芸能プロ関係者が話す。ここに今井翼。 341も参加したらとんでもないことになるでしょうね。一度は裏方に回った滝沢さんと共に一夜限りであっても、タッキーや翼が復活するとなったら、ジャニーズファンは歓喜の涙を流すことになるはずです。それにもっと時代の長瀬智也さん44もバンドを指導させました。アイドル路線ではないでしょうから、 参加は難しいかもしれませんが、盛り上がることは間違いありません。一方のジャニーズ事務所も、大晦日から元日にかけて、ジャニーズカウントダウン、通称、カウコン、を毎年開催。東京ドームに事務所に所属するアーティストが一堂に会する。しかし嵐は活動休止中で、寿司5人のキンプリももういない。現状。 花々しく活躍しているのはスノーマン、シクストーンズ、にわ男子といったところ。出演者の世間的なネームバリューは、トベ、の方がすごいことになりそうですよね。そんな中、お披露目される新人アーティストも大注目を集めるでしょうし、前途は明るい。タッキーズとも称されるトベは将来、それこそジャニーズ事務所を凌駕する芸能プロダクションになっていくのかもしれません。全能。 大春、ジャニーズ事務所と株式会社戸ベは全面構想に突入する近く、泣けてくるほどかっこいい、平野市陽騎士ユー神宮寺ユ太、タ、脱退組3人の太陽に負けない厳しすぎる笑顔。平野、騎士、神宮寺の脱退から3日が経過したものの、KNG&PINS は未だにツイッタートレンドの上位に入るほどで、ファンが盛り上げようとしていることが伺える。